ミアグループの大貫と申します。今日はカーライフをトータルでサポートするプレミアグループのオンリーワンビジネスということに関しまして、お話しさせていただきたいと思います。何分先ほどのクレスコさんとは違って初めてでございますので、お手柔らかにどうぞよろしくお願いいたします。まず少子高齢化だとか生活スタイルの多様化、若者の車離れなどなどですね、昨今車が売れないという盛んに言われている今の時代でございますけれども、こうした中で創業以来カービジネスを中心に安定して右肩上がりで成長を続けているのが私たちプレミアグループでございます。プレミアグループはなぜ成長できたのか、プレミアグループのビジネスは何がプレミアなのか、その理由についてご説明してまいりたいと思います。まず私の紹介でございますけれども、ただいま、44歳でございます。大学卒業してですね、いろいろ金融会社だったりとか、あとは、金融関係、銀行等 の、 コンサルティング会社等に、行った後にですね、現在の会社、プレミア、グループの前身となる、G1 ファイナンシャルサービスという会社に入社をしております。そこで事業の立ち上げからですね、今まで一貫して当事業に携わってきているというところでございます。会社の概要でございますけれども、設立は2015年5月25日と新しい日付になっておりますけれども、もともとが中核子会社のプレミアファイナンシャルサービスという会社がございます。こちらを設立したのは2007年でございますので、今2019年ですね、12年ぐらい経っている会社と思っていただければ結構でございます。東証一部上場ありますけれども、上場したてのほやほやというところで、まだ皆さん馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますけれども、大体10年ぐらいですね、上場ができました。で、事業概要等々はですね、書き記載ございますけれども、後ほど詳しく説明させていただきたいと思いますので、ここは割愛をさせていただきます。まず遠隔でございます。もともとがですね、車の買取と販売で有名なガリバーインターナショナルという会社、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。今はイドムという名前に変わっていて、2人の若い社長さんがですね、社長やられているところでございますけれども、こちらの金融孫会社として当初は設立をしております。中古車と金融って非常にその相性がいいものでございますので、ガリバーグループの方で金融会社を設立をしたんですけれども、その後ですね、リーマンショック等々いろいろございまして、ガリバー自体は本業の車の買い取りに特化するというようなご方針がございましたので、当社ですね、経営陣が自ら株主を探してきて、いろいろと二転三転して今に至るという形でございますけれども、まず北尾さん、SBI ホールディングスの北尾さんの方に、一旦株主になっていただいて、その後丸紅の傘下に入った後に、青空銀行や金松等々が出資するファンド、こちらが直近の株主さんでございました。こちらに株を持っていただいたときに、さすがにその株主が転々としすぎてしまいましたので、当社の方からですね、出口はもう IPO にしてくださいと、株式上場させますので、そちらでエグジットしてくださいということをお願いして、最後株主になっていただいたというところでございます。で、2017年の12月に内部管理体制等々が整いましたので、東証2部の方に上場させていただき、その後2018年12月ですね、こちらで一部に市場変更という形になっております。現在12社のグループ体制で国内外へビジネスの展開を実施しております。真ん中にプレミアグループという持ち株会社がございまして、左手に日本国内で展開している企業群ですね、で右手の方が東南アジアを中心でございますけれども、海外で、上があれタイの国旗ですね、で下側がインドネシアの国旗なんですけれども、そちらで、日本と同じようにクレジット事業だったりとか、あとは中古車の保証事業ですね、故障保証事業といったものを、海外でも展開を始めております。で、次に事業内容についてご説明させていただきたいと思います。
まず、プレミアグループはカーライフのトータルサポートを推進する企業グループです。ありますけれども、もともとはですね、この図の下の方に、審判会社と、故障保証、括弧ワランティー会社とあります。この2事業からスタートした会社でございます。でその後ですね、ここ2、3年の間にいろいろと会社を設立したりだとか、買収したりだとかをしまして、上の方ですね、あのオートリース会社であったりとか、システムの会社、あの整備板金工場等々ですね、そちらの方まで今進出をしていっているというところでございます。基本、新車のメーカーというのはなかなかできないと思っておりますけれども、車周りのところに関してはどん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 サービスを充実させていって、プレミアの P マークでちょっと埋め尽くしていきたいなというふうに思っているところでございます。でここもうちょっと詳しく書いたところでございますけれども、先ほど言った通り当社は、コア事業は2事業でございます。左上のクレジット事業というところ、それもほとんど車のクレジットが中心でございますけれども、車だったりとかショッピングクレジット、あと太陽光発電のクレジット等々ですね、そういったところをやっております。で右手に行きまして、故障保証事業括弧ワランティーとありますけれども、これが、中古車、主に中古車の、壊れた時のですね、保証するサービスでございます。ここ後ほどもうちょっと詳しく説明させていただきます。で次に整備事業としまして、整備工場を自ら運営したりだとか、もしくは提携の整備工場のネットワークを開拓したりだとか、あとは整備工場で使うシステムの会社、こちらを買収してそのソフトウェアを整備工場に導入したりだとか、そういったようなことも実施していっております。でその他の事業、まだこれ全然まだマネタイズできてないというか、あの事業上ですね、そんなにその PL 上に響いてくるようなところではないですけれども、今、海外だとか、あとは、IoT の事業だったりとか、あとそのまたまたカーパーツの仕入れのサポートだったりとか、新車の仕入れサポートだったりとか、そういったことも展開を始めていっております。売上の構成、営業収益別の売上の構成でございますけれども、2019年3月期の営業収益は107億円でございます。でそのうち、クレジット事業が 75.6%、故障保証事業、括弧ワランティーにつきましては、これが 22.4%、足し算が出来る方だったら分かると思うんですけど、もうほぼほぼこの2事業で今のところは営業収益を占めてますけれども、残りのその他の事業 2% というところですね、これがこれから伸ばしていくところでございまして、海外だったりとか、あとはですね、その部品の流通だったりとか、そういったところになります。でまず当社のメインの事業、オートクレジットとは何ぞやというところになりますけれども、皆さん、クレジットを組まれて、新車だったり中古車だったり購入された方っていらっしゃいますでしょうか。皆さんですね、お金持ちだから現金ですね。だいたい今ですね、日本で、車を買われる際に現金で買われる方7割ぐらいいます。残りの3割ぐらいがクレジットを組まれて60回払いとか84回払いでお車を買いになるという形でございます。でそちらの分割ですね、これの、ことをオートクレジットというふうに呼んでおります。これは図も見ていただければ分かると思いますので、何か質問あったら質問していただければと思います。で次にちょっとこれ皆さんに馴染みがないところだと思いますのでお話しさせていただきます。故障保証ワランティー事業でございます。新車や中古車が故障した場合の修理を保証するサービスでございまして、イメージしていただきたいのは、例えば皆さんが家電製品とかをですね、家電量販店、山田電機さんだとかビッグカメラで買われる場合に、だいたいメーカーの1年保証というのが初めついてると思うんですね。その1年間というのはメーカーの方に言えば、新品に取り替えてくれたりだとか、もしくは故障を修理してくれたりするんですけれども、だいたいですね、山田電機さんのビッグカメラもポイント 5% 分使えば5年保証に入れますけどどうですかというのがあると思うんですけれども、実はですね、あれの車版というふうに考えていただければ結構でございます。
メーカーというのはだいたい新車の時に3年保証というのをつけておりますけれども、まあ、その後ですね年数が経っていって中古車になってしまうと保証が切れてしまいますよね。その保証の切れた車を中古車さんで買うのが、まあ、安く買えるからいいって方ももちろんいらっしゃいますけれども、ちょっと新車と違って不安だと、いつ壊れるかわからないという方がこの保証を利用するというふうにお考えいただければと思います。当社はこの故障保証事業におきまして、まあ、国内トップシェアを誇っているという形でございます。ちなみにですけれども、なかなかこれ当社の看板がですね、中古車販売店とかに掲げてあるわけではないので、それがよくわからないとは思うんですけれども、リクルートが展開しているカーセンサーというですね媒体、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。たまにテレビとかで CM をやってたりしますけれども、そのカーセンサー加盟店が使う、この故障保証ガランティーというのは全て当社が扱っている保証でございまして、契約書ですね、よく読んでいただくとプレミアグループとかプレミアファイナンシャルサービスという名前がいっぱい書いてあります。リクルートが提供しているカーセンサーアフター保証というのは当社の、サービスでございます。あとは皆さん株やってらっしゃいますので、ご存知の方いらっしゃいましたら、名古屋のネクステージっていう中古車の会社ですね。これ結構大きな中古車の販売会社なんですけれども、そこの保証も当社の保証でございます。で、創業以来ですね、順調に成長、右肩側の成長を続けておりまして、左がクレジット事業、右手が故障保証ワランティー事業でございます。濃い線の方が、こちらが債券の残高、積み重なったものですね。で、薄い方が取扱高なので、1年間の、取扱いという形になりますけれども、まあ、いずれもですね、いずれの事業も右肩上がりでずっと成長を続けてきているという形でございます。で、このオートクレジット事業でございますけれども、こちらのプレイヤー、当社を含めて全国展開しているプレイヤーというのが今国内に5社しかございません。で、それがですね、名前言っちゃうとですね、オリコとかジャックスとかアプラス、セリナ、聞いたことありますでしょうか。まあ、信販会社ですね、いわゆる信販会社でございますけれども、当社がここ20年間で、まあ、ほぼ唯一と言っていいぐらい新規参入をして、いまだに、まあ、なんとか残っているという会社でございます。で、次にちょっと問いますけど、マーケットの話になります。カーライフの市場というものは実はすごく巨大です。もちろん新車のメーカーとか考えてみると、それは巨大だっていうことは皆さんご存知だと思うんですけれども、それを除いてもですね、例えば中古車の小売市場、日本で年間 3.7 兆円の市場です。まあ、私それよりもびっくりしたのが、自動車の整備事業ですね。なんか整備工場っていうとすごくそのちっちゃなイメージで、で従業員の方も少なくて、あんま町の中心地というよりはなんかその外れの方にあってという、まあ、そんな整備事業であっても約 5.5 兆円の市場です。まあ、当社がメインとしてオートクレジットに関しましては、約 4.6 兆円という市場でございまして、実はこのマーケット規模っていうのは皆さんの想像よりも全然その最近縮んでるっていう傾向にはないんですね。むしろ、微増ですけれども、右肩上がりで成長している企業です、事業ですね。続いてプレミアグループの競争優位性というところを説明させていただきます。まずプレミアグループには3つの強みがあります。1点目、独立系というところです。2点目が専門性、3点目が営業力という形になります。で、まず独立系というところ、複合的な商品ラインナップとありますけれども、先ほどですね、競合が4社、
当社含めて5社の市場ですという話したと思うんですけれども、その4社、先ほど申し上げた4社というのは全て銀行の子会社もしくは関連会社でございまして、実は自由にビジネス展開をすることができない会社さんです。自由にと言いますのは、実は日本銀行法という法律がございまして、では銀行という業態は他の業態をあまり圧迫しないように、もしくは皆様からいただいた預金をきちんとその安定的に堅実に運用しなければいけないというところがございますので、あまり新しいサービスだったりとか事業とかには参入してはならんという法律でございます。先ほどの4社につきましては全部銀行法の傘下にありますので、クレジット事業は展開することはもちろんできます。あとオートリース事業というのも、それもファイナンスの一種でございますので、できますというところなんですけれども、それ以外ですね、例えば当社がメインの事業としている故障保証事業だったりとか、整備板金事業、例えば部品の流通だったりとか新車の仲介販売といったような、そういったサービスはいくら自分のお客さんである中古車販売店さんが欲しいですよと言っても、そういった競合の4社さんは提供することができません。そういった意味でここはですね、非常に大きな差別化要因というふうになっているところでございます。で逆に言えばですね、当社というのはもともとがガリバーインターナショナルの出自でございまして、要は中古車の販売店さんがどんなサービスが欲しいか、どんなサービスがあれば車が売れるか、そういったことをまあ分かっている会社プラス金融会社のノウハウというところを利用いたしまして、中古車販売店が欲しいサービスというのを複合的に開発して提供している会社でございます。まあ、先ほど来申し上げているようなサービスがここに並んでいるわけですけれども、ということはですね、中古車の販売店さんから見て、クレジットを利用するのはどちらでも、当社でも他のライバル会社でも同じです。同じ条件ですし、大体同じ金利ですし、審査のスピードも変わりませんとなりますと、じゃあどっちの会社がその自分たちにその何でしょうね、商売に、プラスになって、どっちの会社の営業マンとこれから付き合っていただけですかと言いますと、まあ、当然ですね、いろんなサービスを提供していて、まあ、何かの時に相談したら頼りになるような会社というところが、まあ、小さな会社ですけれども選ばれていっているというところが、先ほどの右肩上がりの成長につながっているというところでございます。続いて専門性、オートとファイナンスのノウハウがありますよというところですけれども、もうこれは先ほど喋ってしまいました、自動車のノウハウとファイナンスのノウハウ両方を持ち合わせた会社ですというところでございます。どっちか片方を持っている会社っていうのは日本にいくらでもあるんですけれども、両方を持ち合わせている会社っていうのは実は非常に稀有な存在でございます。まあ、そういった稀有な立ち位置が、まあ、当社がですね、資本的にまあ大したことがなくてバックに銀行もいないという状況の中でどんどん伸ばしていけたというところでございます。で続いて営業力でございます。当社全国に2万1000社の中古車販売店のネットワークを持っております。こちらをですね、北は北海道から南は福岡までですね、全国16拠点の営業拠点網でカバーをいたしております。プラス、16拠点しか全国には実はないというところなので、例えば、北陸の方とか四国とかですね、南九州とかには支店がございません。そういった地域に関しましては、当社の電話部隊がですね、コンタクトセンターという電話部隊が、電話をおかけして、きちんとご用聞きをしてですね、加盟店さんの対応を行っているというところでございます。2017年の12月に札幌にコンタクトセンターという電話部隊を設けまして、それがうまくいきましたので、2018年の9月に福岡にもそういった電話部隊を構築をしております。他の信販会社で電話でこの一生懸命営業している会社って実はあんまりないんですね。これをやっているというのは、当社の株主でもありますリクルートがですね、カーセンサーの加盟店を開拓すると。カーセンサーの加盟店というのは当然当社と同じ中古車販売店でございますので、その販売店さんを開拓する手法を、
まあ、こういった形コンタクトセンターで一生懸命やられておりましたので、まあ、そのノウハウを当社の方でですね、真似させていただいて展開をしているという形でございます。ここも競合の審判会社と比べれば、まあ、当社の方がですね、まあ、柔軟で、秀でているというところになると思います。次に人材戦略というところですけれども、当社まだまだ名の知れてない会社ではございますけれども、大体毎年毎年20名以上の新卒の採用を定期的にコンスタントに続けている会社でございます。実はその、創業が2007年だったんですけれども、もうその次の年からですね、新卒の採用を始めまして、今では営業マンの大体半分弱ぐらいですかねにつきましては、もう新卒で固めているという状況でございます。で、新卒で固めると何がいいのかっていうところですけれども、新卒ってそのまっさらな状態で入ってくるんですね。で、当社の組織風土の浸透だったりとか、まあ、そういったそのバリューと当社では呼んでいるんですけれども、強い、明るい、優しいというその、まあ、普通に人間として当たり前のことが素直に一生懸命できるんですね。まあ、そういった形で、新卒を中心にその広げていった結果、今の離職率が2018年度は 3.7% という形で、営業の会社としてはちょっと驚異的なぐらい低い数字になっていると思います。まあ、2017年度に 5.9% という離職率の際にも、東洋経済オンラインで発表する若い会社なのに高収益で新卒も辞めない会社の6位にランクインさせていただきましたけれども、その時点よりもまた格段に下がっているという状況でございます。まあ、当然ですね、その事業に魅力があったりとか、まあ、成長しているというだけでは当然これは達成できないとは思うんですけれども、6年連続でベースアップを実現したりだとか、まあ、福利厚生で使える施設とかをいろいろ増やしたりだとかですね、あとは女性活躍の推進という、もう題目だけではなくて、どんどん若い人を登用してですね、20代の支店長を何人か作ってみたりだとか、若い女性のリーダーを本部門の部門長に、推挙したりだとか、そういったことを実施して、会社を大きくしていっております。で、成長戦略でございます。今後の成長戦略の全体像といたしましては、既存事業であるクレジット事業、故障補償ガランティー事業を伸長しまして、安定的な収益のさらなる拡大を図ってまいります。また周辺事業の拡充によりまして、既存事業とのシナジーを創出し、収益力の向上というものを図ってまいります。で、既存事業の伸長のところでございますけれども、営業収益利益ともに2桁成長をこれからも続けてまいりたいというふうに思っております。ちょっと見飽きた図かもしれないですけれども、オートクレジットと、故障補償の取扱高の推移でございますけれども、ここ今10年弱乗せてるだけでも、まあ、結構な幅で、どんどん上昇しているのが目に、取れるかと思います。ここはさっきのマーケットの話もございますけれども、中古車のマーケットって全然その日本においては縮小はしてないんですね、今のところでございますけれども、ですので、このまあ、大きなマーケット、背景としてですね、この成長は、これからも続けていきたいというふうに考えております。下の故障補償でございますけれども、4月の1日に、EGS というですね、会社を買収をしております。で、実はですね、ここは故障補償事業において、業界で2位の会社でした。で、当社が1位の会社でございましたので、実はシェア合わせてですね、70% を超えております。で、国内におきましてはもう圧倒的なシェアを持っているというところでございますけれども、これから、シェアにはですね、シェアは当然その高めていく必要ももちろんあると思いますけれども、残りの3割ぐらいを一生懸命やるというよりかですね、そもそもこの故障補償事業、皆さんの認知度めちゃめちゃ低かったと思うんですけれども、このマーケット自体を広げていくと。というところにきちっと目を向けて、マーケットリーダーとして、広げていきたいというふうに思っております。ざっくり言うですね、日本で販売されている中古車の台数というのが年間250万台ぐらいでございます。で、そのうち、当社も含めたこの故障補償
第三者が提供する故障保証というものを付帯している車両というのが大体1割ぐらいです。これ新車っていうメーカーが保証しますので全台付帯してますよね。400何万台発売される車の全台に保護してますので、中古車につきましてもここってパーセンテージを上げていくことって絶対できると思ってるんですね。なのでその250万台のうちの1割、その中のシェアが何パーセントというところではなくて、そのシェア自体を2割3割という形で広げられるようにですね、あのマーケティング活動を実施していきたいというふうに考えております。ちなみにその第一歩といたしまして、当社を主体としてですね、日本ワランティー協会という協会を設立をいたしました。まあ、そこには当然ライバル各社も入っているわけですけれども、シェアの奪い合いじゃなくて、そこは業界を健全化して、これからどんどん拡大していきましょうという意図で作った団体でございます。で、既存事業の海外展開に関してなんですけれども、クレジットと故障保証、あと自動車整備、この3つを軸に中長期的に海外戦略を構築していきたいというふうに考えております。まずタイ、インドネシアの事業の収益化とありますけれども、タイにおきましては実は当社と同じようなですね、タイで上場していてクレジット事業を展開している会社を、買収ではないですね、当社が筆頭株主になって 25.5% の株式を持って、その経営に参画をいたしております。その会社をしっかりマーケット自体は日本よりも全然伸びる可能性があるタイでございますので、しっかりと伸長していきたいというともに、タイに関しましてはバンコク市内に整備事業を今4店舗ですね、4カ所を進出をいたしまして、タイでワランティー故障保証事業を展開するにあたっての準備を進めております。次にインドネシアでございますけれども、これはですね、住友商事とあと現地の財閥でシナマスグループという、財閥があるんですけれども、そこと 33% ずつ出し合って会社を設立しております。でその会社はインドネシアでワランティー事業、故障保証事業を展開する会社でございまして、まだまだ数字的には全然その PL 上影響があるようなものではございませんけれども、インドネシアは人口が2万5000人を超えるところでございまして、さらに人口のピラミッドってよく日本とかはその上がしぼまって真ん中が膨らんでまたしぼまってっていう形でございますけれども、すごく綺麗な三角形をしている国でございます。そういったこれから自動車関連事業が伸びていくというような国において、先行投資という形にはなりますけれども、ワランティー事業を開始しているというところでございます。でその他ASEAN 地域への展開加速とありますけれども、おそらく今期中にですね、いくつかニュースリリース出せればいいなというふうに思っているように、今マーケットリサーチをしていたりとか会社の設立準備をしている国もございますので、そこは皆さんに期待していただきたいところでございます。喋ってしまいましたけどタイが出てきましたね。タイにおいては日本車の、シェアが非常に高くて 84% が日本車が走っている国でございます。ということは日本で蓄積した、どの車がどれぐらい走ったらどういった部品が壊れるとかですね、そういったノウハウがそのまま生きる、国でございます。そういった意味でこの、タイにおいてワランティー事業、故障保証事業を広めるべくいろいろと今準備をしている最中というところでございます。インドネシアもこれももうさっき喋ってしまいますけれども、住友商事と現地の財閥ですね、ナルマスグループと一緒に、こういった会社を作っております。もう一個ジャパンバイクオプションという会社が 1% だけ持ってますので、でも面積的には同じ面積を取ってますね、はい、4社で設立した会社でございます。ここは具体的には住友商事の現地のファイナンス子会社がございまして、そちらの会社が扱うクレジットに対して、付帯していっているというような状況でございます。その他既存事業とのシナジーを創出できる事業領域をどんどん拡張していって、収益力の向上を図ってまいります。
今はメインとなるコア事業ですね、審判会社と故障保証の会社というところがもうほとんど稼ぎ出しているという状況ではありますけれども、その上の周辺事業についても拡大をさせていくことで、この周辺事業単体で利幅を取るというのももちろんありますけれども、既存事業のお客さん、例えば2万1000社の中古車販売のネットワークだったりだとか、整備事業のネットワークというところにこちらで作ったサービスとかを還元していきたいというふうに考えております。で、当社、周辺事業の拡充にあたりましてマルチアクティブという考え方を採用しております。加盟店というのは先ほど言ったこれが2万1000社のクレジットの加盟店でございますけれども、この同じ、販売店に対して一人の同じ営業マンがいろんな商材を売り歩いております。それぞれ独立しているものではございませんので、ということは例えば仮にライバルの、審判会社がですね、自前ではサービスが提供できないからといって、提携の例えばワランティー会社を連れてきたりだとか、整備板金工場を連れてきたりだとかしたとしてもですね、営業マンの人件費っていうのはもう二重三重にかかってまいりますよね。で、当社の場合は一人の営業マンが一つの加盟店に対して、一個の商材じゃなくていろんな商材を売り歩いているということでございますから、そういった意味では販売管理費をうまく抑えながらいろんな事業が展開できるというところでございます。ちょっとここで変わり種でございますけれども、IoT、今流行りの IoT ですね、の活用というところで、これ当社が 49% 出資している会社でシフトという会社があるんですけれども、そこが作っているもの、これが、GPS 付きの遠隔エンジン指導制御装置と。ちょっと生新しいですけれども、これどんな装置なのって言いますと、エンジンにその機械を、つなげますと。そうすると、信号を送るとエンジンがかけられなくなる。もう一回解除信号を送るとかけられるようになるというような仕組みでございます。で、 GPS 機能の付きでございますので、じゃあ実際どういうのを使うのと言いますと、例えばですね、当社の、クレジットを利用しているお客様が、支払いを延滞されてしまいました。で、車はご自宅にあるのは GPS で分かってます、お支払いいただけませんという時に関しましては、エンジンをかけられなくしてしまいます。そうしますと車が使えなくて困りますので、当社に優先的に返済していただけると。で、返済して延滞でなくなった時に、信号を解除すると車が使えるようになるというような仕組みでございます。一部このような利用は始まっておりますが、どちらかというと国内というよりかは、海外ですね、ASEAN の国々でこういったものが広く広まるんじゃないかなというふうに当社では思っております。日本人というのは非常に優秀な民族でございまして、遅れたものを払うという当たり前の感覚を非常に持ち合わせている民族でございます。かたやですね、借りたものは返さなくていいというふうに考えている国もどことは言いませんけれども、中にはございますので、そういった地域でクレジットを展開するにあたっては非常にいい仕組みなのかなというふうに考えております。いろいろとその日経新聞や、日刊工業新聞はじめですね、取り上げをいただいております。はい、何度か見た絵でございますけれども、まだまだ広がるカーライフのトータルサポートといたしまして、当社はただの審判会社、金融会社ではございません。それ以外の、中古車販売店だったりとか、車事業そのものがですね、望んでいるサービス、新規の商品というものをどん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 開発をしていって、これからも提供を続けていくという会社でございます。で、最後ですね、皆様に宣言したいことといたしまして、2019年8月8日、業績予報の情報修正を出させていただいております。結構大幅にですね、税前の利益だったりとかは増えてはいるんですけれども、その主要因は会計上の見積もりの変更というところで、実際はですね、本業自体がじゃあ 500%、600% 伸びたのかというとそんなことはございません。そうでありますけれども、本業自体うまくいってるのは事実でございまして、
今期もですね、今のところ、閉じさせた目標をきちんとクリアする形で進捗を続けているという会社でございます。また少しではございますけれども、まあ、増配もその時に発表させていただいておりますので、まあ、そちらですね、はい、まあ、これは数字だけでございますけれども、営業収益で 136.7 億円と、当期利益で 20.5 億、ROE で 29.4% という形で、まあ、数字だけ見るとですね、それなりにしっかりとした目標、またこれはきっちりと達成できる目標として、当社では考えておりますので、まあ、この点お含めいただいて、まあ、当社のことをいろいろと研究なり何なりしていただければというふうに考えております。で、先ほど配当のところで申し上げましたけれども、当初はですね、これ年間43円で予定しておりました。こちらを、ちょっとですけれどもね、会計上の見積もりの変更がほとんどの要因でございますので、実際にキャッシュが大幅に入ってくるというわけではございません。まあ、それも考えまして、若干ですけれども増配をさせていただきました。こちらをしっかりと達成すべく経営一同ですね、頑張ってまいりたいというふうに思っております。最新の株価、8月30日の終値時点では1775円という形で、まあ、ちょっとですね、物足りない株価ではございますけれども、ここは皆さんのお力いただいてですね、しっかりと上げてもらいたいというふうに考えております。また時価総額が、まあ、若干250億切っているというところで、皆さんの中でですね、その東証の、市場のプレミア市場がどうのという話がお気になさる方いらっしゃると思いますけれども、そこに関しましては、これもちろん500とかもちろんできないですけれども、そんなに時価総額250億円というのは高いバーだとは当社では考えてはおりません。今までもずっと右肩上がりの成長を続けてきてまいりましたし、これからもですね、じゃあ数年間、同じような成長ができるかできないかといったら、きちりとお示しできるというふうに考えておりますので、そこは粛々とですね、しっかりと業績を上げていけば特段気にするようなところではないのかなというふうに考えているところでございます。最後まとめでございます。プレミアグループというのは、カーライフをトータルサポートするユニークな企業でございます。コア事業はクレジット事業と故障保証事業の2事業、マーケットについては非常に巨大でございます。独自の3つの強みですね、特にその独立性というところに関しましては、他の審判会社と全く違う事業展開ができるというところ、また海外展開でさらなる成長というのもこれからできますし、増収増益、こちらをしっかりとですね、達成していくべく、まあ、なかなかその今期がですね、会計上の見積もりの変更でピョンと出てしまっているところもあるんですけれども、その本業ベースでの稼ぐ力、稼ぐところっていうのはしっかりと右肩上がりで成長させていきたいと思っております。プレミアグループのミッションにつきまして、ご紹介したいと思います。こちらのミッションは実は会社設立したばかりですね、まあ、12年前に作ったものでございますけれども、当時は、売上は当然0円でございますし、社員はそうですね、50名ぐらいでしたでしょうか。で、東京と大阪の2拠点だけという状況の中で、まあ、初めは社員に何言ってるんだっていうふうに思われたとは思うんですけれども、世界中の人々に最高のファイナンスサービスを提供し、豊かな社会を築き上げることに貢献しますと。常にその時から世界を見ていたと。ガリバーの孫会社のように世界を見ていたという状況でございました。で、2つ目が、常に前向きに一生懸命プロセスを積み上げることのできる心豊かな人材を育成しますと。もう人材がほぼほぼ会社の業績の全てでございますので、ここはですね、しっかりいい人を取っていき、しっかりと育成していきというところをこれからも続けていきたいというふうに考えております。はい、以上で、説明資料になります。ご清聴ありがとうございました。